こんにちは、速稼塾の久保です。今回ミスター M さんからプロテインのね摂取の仕方アドバイスいただきました。いただいたメールとともにちょっと私のねコメントを挟んでいこうかと思います。はい、ですね、メタボ47プロテイン、これはキットカットだなの動画拝見させていただきました。ダイエットの結果、ただ体重が落ちただけの体ではなく筋肉のついたメリハリのある体になるためには1日のタンパク質の総摂取量として体重の3倍が理想的ということですね。私がだから85キロ今体重があるとすると240グラムでは足りないんで260から270グラムのタンパク質がいるってことですよね。プロテインバーが1つ40グラムだとすると、おーすごいですね、6本から7本摂取しないといけない。とてもじゃないけど間に合わないんでドリンクの方でいただこうかと思います。これが難しい場合、中年になると若い頃と比べてタンパク質の吸収率が悪くなるので効果を出すためには最低でも1日のタンパク質の総摂取量として 40g は取りたいところです。はい、ブレイクバーだけでは 3.4g、 確かにあれは少なかったですね。できれば残りの約 36g をプロテインシェイクで追加することをお勧めいたします。はい、飲みます。また現在の私の場合、久保さんの場合、食事回数は1日5回ということですが、1日の総タンパク質量を稼ぐためにもできれば就寝前にもう1回プロテインドリンクで最低 40g のプロテインを摂ることをお勧めしますと。1回に 40g で6食摂れば 240g となり、なんとか体重の3倍に近づけるかと思いますということで、すごくね具体的なアドバイスいただきました。ありがとうございました。そのようにしていこうかと思いますので、あともう1杯ねプロテインシェイクいただきます。それではまた。